ルリコ、僕を許して。依然全く原因がつかめていないここ K 県 E 市 S 町で起きた集団精神病事件ですが、警察側は何らかのガスが使用された疑いがあるとみて目下全力の調査を続けています。今日現在すでに140名を超えた被害者の容体は未だ回復の兆しを見せず、被害者の親族の不安は募る一方です。また
Thank you.
な子とかいるの？まあ気になってるってくらいでもいいんだけどさ。でも、あんたが救わなきゃいけないのは、あのさ、スーパーマリオってあるじゃん。そう、あれってさ、どんな内容だった？あの男は自分のしてることをどう思ってたのかね。幻覚キノコを食べて体が大きくなる。花を取ったら火が吹けて。タイマのさ、一番効くところって知ってる？トップっつってね、要するに花なんだけど、ある男が拾ったキノコを食べて自分の体が大きくなった気がした。花を食べたら火が吹けて、自分以外の動くものは全部。でさ、彼の目的って何だったっけ？そうなんだよね。お姫様なんて本当にいるのかね。いたとしても本当に怪物に囚われているのかどうなのか。いや、だから操作してる人はマリオに。え？何よ？何？どうした？え？ちょ、な、何？おい、落ち着け！こら！こら！ちゃんと向き合う、自分に。わかった、注射、わっ、救助。うん、落ち着いたかい？なんも気にすることはないからな。あんたが全人類の苦悩を背負わなくてもいいってことさ。たった一人で世界を救えるなんて考えない方がいい。待ちなって。一つだけ聞かせてよ。あんたが救うお姫様ってのは誰なんだい？あんたが全人類の苦悩を背負わなくてもいいってことさ。たった一人で世界を救えるなんて考えない方がいい。
さよなら。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 